小池隆二9月7日から1993年8月19日は日本の陸軍軍人実業家。最終階級は陸軍少将、東京出身、三井鉱山にし、小池正吉の次男として生まれる。1911年に東京高等支配学校附属小学校を卒業、仙台陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、 1919年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少尉に任官し不評第66連隊付となる。1927年12月、陸軍大学校を卒業し、この F 票、第2連隊中隊長に就任。1928年12月、教育総監部付勤務となり、教育総監部会員を経て、 1932年7月から1934年9月まで、フランスに駐在。1934年8月、不評調査に昇進。同年9月、陸軍奈良市の学校教官に就任し、教育総監部会員を経て、陸軍省軍務局会員に移り、1937年8月、不評調査に進級。1938年1月、 秩父の宮陽人氏新郎付部官を兼務。1939年3月、第一軍参謀となり日中戦争に出生。同年8月、不評大佐に進級。同年9月から1940年12月まで参謀本部課長に在任し、この間の1940年6月、大本営付となり、仏院国境監視委員を務めた。 1940年9月、大本営参謀県インドシナ派県軍、高級参謀となる。1941年4月、教育総監部総務部、第二課長に就任し太平洋戦争を迎えた。1943年8月、陸軍少将に進み、奈良市の学校付けとなる。1944年2月、奈良市の学校長に就任。1945年2月、 教育総監部総務部長に発令され、同年4月、最後の自重部官に着任し終戦を迎えた。同年12月、予備役に編入。戦後、1959年1月から1969年7月まで、三島政治専務を務めた。ありがとうございます。